どうもお疲れ様です5週間目5週間目を振り返る「週刊オリガルヒ」の時間ですけども今回は1月の末と2月のスタートこれがね重なって材料も様々ありましたんで非常に難しい1週間になったと思いますただ難しい1週間ならばちょっと踏み込んだ高度なねテクニカルで攻略することもできます難しいと感じる方もいるかもしれませんが部分部分は非常に 役に立つこれからもよく出てくるものを組み合わせてますので、しっかりと最後までご覧ください。一番最初の画像ですけども、2月4日、4時30分、現在のスクリーンショットになってます。大きくですね、2円50ピップスぐらいが上昇してバツンと跳ねてますよね。これは一体何が起きたんでしょうか。米国雇用調整でここまで値段が跳ねるとも思わなかったんですが、 まあこれはですね、明らかなるファンダメンタル、テクニカルでは攻略できない部分です。ポジションを持っている方はいないと思いますけども、仮にポジションを持っていても、これは取れていたところになりますね。それは一番最後にご案内します。ご説明させてもらいます。では、1週間を振り返るときに、まずは月曜日から見ていきましょう。えー、熟成さんの解説もあったんですけども、素晴らしい解説でしたね。私も大部分同意するところがありまして、 そのまんま月曜日の解説の後につけさせてもらいましたけどもえ総合してまとめて言うとですね、全時間軸が下の方になっていました。それで、このトライアングルも見えていて、ブレイクする方向が下だろうなって踏む条件は、3つも4つも揃っていたんですよね。ですんで、売りで入るのがまあ正解です。テクニカル的にはね。ただ、売りに入るのが正解ですが、結果がその通りになるかどうかっていうのは、これは、 テクニカルですかららそうなななない時もあるってことは覚悟しなければなりませので,すんでリスクの取れる方ややっぱりこう精神力の強い方っていうのはセルでもよろしいかと思いますけどもそうでない方はちょっとロットを落としたスタートになると思いますはいそれで2枚目を見ていきましょうか2枚目はこんな感じで、まあ、上の方に一旦触れたんですよねブレイクして下に行くと思ったら上に最初窓を開けたまま行ったんですよでそこから大きく下に行きました 下に行ったのが今度売られすぎで買い戻されましたって形でブンブンとボラティリティが落ち着かない状態になったんですがここでレンジを作ることはできましたよねってことでこちらの実態とこちらの実態でレンジをとりあえず作らせてもらったのが月曜日です、はい、ですんで下の波動もしかしたらね取りにくかったかもしれませんけども結果的に下の方に触れたっていうのはまあその意味で言うと正解だったかなと思いますただ一瞬上の方に触れましたんでねここが私たちを翻弄するところですね で、今回はロスカットを食らったかもしれませんがすぐにね気持ちを立て直してじゃあ次の仕掛けにはどんなプライスを使ったらいいのかなってことでこのレンジを引くのが月曜日の作業になりましたではそこから火曜日に入っていきますはい、えー、と黄色い枠は外しちゃったんですけどもちょっと調整してねこの形のレンジになりました月曜日が明けて窓埋めで、 下の方に入って、最初はここでレンジの過程を作っていたんですけども、ちょっと修正してここにしましたよね。で、このレンジで、今回は考えていきましょうってことになりました。これが深夜2時半のことです。で、夜が明けて朝になったら、さらなる変更が、このようになされました。えっ、ー、と、何も書いてないですね。ちょっともう一枚進みましょうか。すいません。はいえ。レンジをね、このように変更したってことなんですよ。 よろしいですかもう一回ごちゃごちゃするんで言いますよ。月曜日に窓を開けて窓を埋めて上昇した後、大方の予想通り下の方に潜っていったわけですよね。その後で、レンジの幅をまずはここに決めたんですよ。ここに決めたんですが、修正して2つのレンジを取り直したのが火曜日です。火曜日の朝です。で、これで勝負していこうということで、レンジをどんどんどん,どんね、あの、確定に向けて修正していく作業っていうのが月曜日になってくるんですよ。 で、火曜日にやっと決まったってことなんで、これ朝の6時ですから、まだ十分間に合うよねってことで、これで勝負することにしました。結果はどうだったでしょうか結果はこうなったわけですよね。このように、レンジオプションが効くようになって、上の四角と下の四角に先ほど分けましたけども、今回ですね、この下の四角の、ここでエントリーした場合、含み液がこの幅で出てるよねってことになりました。これが、 その矢印ですの、ね、で,で火曜日の13時にもうすでに利益を取ることはできたってことなんですよそのために月曜日の朝からああでもないこうでもないと、えー、レンジをね作っていったわけなんですよねさあそしてその流れのまま水曜日に行きました水曜日になりますとまた別の形を取りました上の3点に丸してますよね上の3点に丸をして決めにくかったんですけども下のレンジの幅を取りました ここは下の方は私は自信がないと言いながらこの線を引いたと覚えてますでこの幅で勝負することになったわけですけどもこれがですねどのようになっていたか結構ね良かったんですよね水曜日はい結局2つに、えー、レンジを決めたんですがここでトライアングルも見えてきたわけなんですよで上か下にブレイクするかなっていうところでこれはまあ今回ももう一回ね 下の方向に、全時間軸が売りですから、下の方向に行くんではなかろうかと踏みました。ただ、別の考え方として、アセンディングトライアングルを見るっていうのもね、あったわけですよ。あここかなちょっとどっか分かんなくなりましたけども、アセンディングトライアングルも見えないことではなかったですね。こういう形ですから。ちょっとごちゃごちゃごちゃちゃ、すいません。黄色で書きましょうか。アセンディングトライアングルが見えなくもないんですよ。こういう線と、こういう線でね。 でですんで上に抜けるシナリオを書くのも不正解ではありません私は下を選択しましたその結果ドーンとこういう図になったわけですよこの下落が取れたわけですよねちょっとガッツポーズを私写真にはめましたけどもね木曜日に大きな利益が取れましたよっていうことですそしてその流れのまま金曜日に向かっていくわけですよね今回の利益のからくりを2月2日木曜日の、うん、この1日の相場解説で語ってますんでぜひご覧ください 下落を捉えるレンジ戦略っていうねタイトルをつけましたえそして下落はどこまで行くんだろうかねこうやってズバーンとブレイクして NG を描いて NG を描いていくわけですよでどこまで行くんだろうかってところでもうすでにここに横ばいのちょっと兆候が出てるわけですけどねこれ4時間足を見ていますよはいで金曜日です金曜日はなんとですね ECB こちらの方の影響でしょうかうん、なんかね N 字を変えて下に行くんではなくてこの黄色い四角の中のような形になりましたつまり上髭下髭を出しながらものすごく照準が捉えにくいそんなねチャートになったわけですよでそういう時でも上級編の目利きが生きてくるわけですよねこんな感じでダブルレンジっていうのをお話しましたよねこのダブルレンジっていうのは結構上級者向けなんですけどもそれでもね十分皆さんにも活用できますこれは具体的に何かっていうと 実体でレンジを作るのと合わせて、ヒゲ先でレンジを作りましたってことなんですよ。ね。で、そうすると、うこういう風うに黄色い2つの線が引けて、内側のレンジと外側のレンジに取ることができます。で、レンジジャンアプションを取ることはできるんですけども、レンジジャンアプションするにはね、いつも言ってますけども、この幅じゃあちょっと短いんですよ。で、で、狭い幅のレンジを取った場合は、ブレイク用のレンジですよね。 抜けた方についていいててくっていうねそんなな形ににりますさらにそれを補填するものとして何が上級編かというとこのレンジ騙しっていうのがありますよねいわゆる私はえぐれてるって言いますけども今回このレンジダイオプションを取る時にここの範囲も戻ってくるものとして大きなレンジダイオプションも考えながら二重の形でやっていきましょうねってことですよね。でさらにに先ほども話したように ブレイクした場合はブレイクした方向についていけばいいわけですよはいですんでねずっとチャートを見てられる方はこのレンジジャンプションをえぐれも考えながらエントリーするロスカットを控えながらじっくりと見ていくプラスブレイクした方向についていくってことをすればいいですよねってことですよねで私はポジションを持っていなかったんですけども最後に一番最初にお見せしたこういうことになりましたダブルレンジをお見せするとこういうことになってますよ 実体で引く、えー、こういうふうなね、レンジと、ヒゲ先で引くレンジです。ね。そして、ブレイクしてエントリーする場所は、このあたり。ね。遅くてもこのあたり。どんなに遅くてもこのあたりで、まあ、これはファンダメンタルがダーンと突き上げたやつですけども、これですら取れるでしょってことですよ。ですんで、レンジをマスターして、レンジを、 しっかりと信じて、レンジインオプション、もしくはブレイクしていくことで、ほとんどの FX の利益が取れるでしょうってことを、今週1週間に凝縮されました。いや、あのね、材料多かったですけども、なんか割とリハバー取れて良かったなっていうのと、取れてないところもどうやったら良かったかってことをね、こうやって振り返ることができたのは、非常に意味のある1週間だったと思います。それではですね、今度は来週です。 6日から始まる1週間第6週にトライしていきましょうどうも1週間お疲れ様でした